マツダ RX500 を 3D プリンターで作ってみた。 3D モデルの作成にはブレンダーを使ったけど、ネットで調べても資料が少ない。 3D モデルを作るのに必須の3面図がネットにないか検索してみたけど見つからない。外国の人が、誰か3面図持ってないかという書き込みは見つかった。それに対する返信はないようだったけど、その人は3面図を無事に入手できたんだろうか。解像度が低いけどネットで見つけた画像、上から横から正面からの画像を主体に、ブレンダーでメッシュを貼っていった。ネットの情報によると、後ろはステーションワゴンのようなスタイルになっているけど、取り外して普通のクーペのようなスタイルにもなったらしく、変身する RX500 というキャッチコピーだったらしい。子供の頃かっこいいトミカのミニカーで遊んだ記憶があった。それが何だったのかずっと探していたけど、多分これ、マツダの RX500 だという結論に達した。鎖型のシャープで低いフロントと、スパッと切ったような大胆なリアが子供ながらにかっこいいと思ったんだろうか。これのトミカはオークションにも少し出品されているみたいだけど、そんなことにお金を使うくらいだったら自分で作ればいいんじゃないかと思って作ってみた。日本のスーパーカーといえばドームゼロというイメージかもしれないが、それより前の1970年の東京モーターショーに創業50周年を記念して登場し話題になったという。ロータリーエンジンを搭載し、カウンタックよりも早くガルウィングドアを採用したという。リアのエンジンルームも左右に羽を広げるように持ち上がるのがかっこいいかもしれない。マツダは前身の東洋コルク工業株式会社の発足から数えて創業100年を超えている。トヨタも前身まで含めたらもっと古いけど、それらに比べたらホンダは新しい。3D プリンターは初代のフォトン、レジンはワンハオの透明水洗いレジンを使っている。透明レジンにする理由は、色素が入っていないのでプリント前に攪拌する必要がないかもしれないと思ってのこと。以前は毎回プリントするたびにレジンをろ過してバットも洗浄していたけど、ここ数ヶ月はレジンはバットに入れっぱなしで、レジンが少なくなったら継ぎ足している。ある YouTuber は使い終わったレジンは2日以上バットに放置しないようにとか言っていたので、このやり方はおすすめしない。もちろんプリントに失敗して FEP フィルムに残骸が残った時はレジンをろ過したりバットを洗浄したりしてる。 3D データは新規バースにアップロードしましたので、興味があればプリントしてみてください。フィラメントタイプの 3D プリンターでもプリントできると思いますが、光造形 3D プリンターの方が簡単に綺麗にプリントできると思います。ご視聴ありがとうございました。